何かをしようとすることがとても大事なんだと。負け知り顔に誰ぞが耳元で囁いてくる。その言葉も耳もいらないと思った。手足を広げているだけではダメなのか。ギザギザの首を見ているだけではダメなのか。いっそ言葉など覚えるんじゃなかった。危険な塊は玉ねぎなのかロックなのか。若年の魂は屈折だけ覚えて思春期を終えたぞ。苦しいのみそも楽しいのみそもいじらしくある。欲望とプライドを捨てたら自由になれるんだとさ。そんな自由ならいりませぬこの嘘つき。言葉など覚えるんじゃなかった。大切なおもちゃ